キリン国立公園は、ブルガリア南西部のピリン山脈の大部分を対象としている国立公園で、ユネスコの世界遺産にも登録されている。面積は274平方キロメートルで、標高1008メートルから2914メートルに存在している。国立公園の境界域には2つの自然保護区が存在している。ユレン保護区と、 ブルガリア最古のバユビドゥプキジンジリツァ保護区である。ピリン山脈最高峰のビーレンタケ公園の規模と境界線は歴史上多くの変遷をたどってきた。ピリン山脈の最高峰にあたる地域の森林保護を目的として1962年11月8日にビフィレン国立公園が設定された。その面積はわずか62平方キロメートルで現在の面積のごく一部に過ぎない。 1974年に出された省令によって、この国立公園はピリン人民公園と解消し、それとともに面積も著しく増大した。1979年には独立した公園管理局が設立され、その本拠地はバンスコに置かれた。1983年には世界遺産に登録され、1998年に保護地域に関する法が成立した後、 隣接の自然保護区などを含めると面積403.324平方キロメートルを抱える国立公園となった。公園の範囲はブラゴエブグラト州のゴツェ、デルチェフ、バンスコ、ラズロク、シミトリ、ストルミアニ、三段スキの各自治体に及んでいる。ブルガリア最古の樹木である高さ24メートルのボスニアマツベイクシェイバ村地域内が非常に起伏に飛んでいることが、 ブルガリア国内随一の植物種の多様性をもたらしている。域内の植物賞の総調査は19世紀末から20世紀初頭に行われた。約1300種の高等植物が確認されているが、これはブルガリア国内の高等植物の30%に当たっている。これに加えて300種ほどの苔類、多種に上る草類なども観測されている。 公園は18種のピリン地域固有種、15種のブルガリア固有種、多くのバルカン半島固有種が生育しており、ピリンのシンボルであるエーデルワイスのような絶滅危惧種も多く生育する。ブルガリアのレッドデータブックに記載された絶滅危惧種は126種だが、ピリンに生育する絶滅危惧種の総数はそのうち約60種にもなる。ピリン国立公園内の植物体は森林体、 亜鉱山ザン山コウザンの3つに対別することができる。地域内の起伏の多さと南に位置することから多くの動物種が生息している。無脊椎動物の種や亜種は2090種ほどが観測されているが、そのうち300種が希少種、214種が固有種、175種が残存種、15種は国際的な絶滅危惧種である。魚類は ブルガリアの淡水魚の6%にあたる6種が生息している。その他8種の両生類と11種の爬虫類が生息している。蝶類の種の多さは目を引くものがあり、ブルガリアに生息する蝶類の40%にあたる約160種を見ることができる。陸生哺乳類は、ブルガリア全体の50%にあたる45種が生息し、うち12種はコウモリ目に属している。 ピリン国立公園の代表的な哺乳類には、ヒグマやバルカン半島固有種の野ヤギなどが挙げられる。1983年に世界遺産に登録された。登録にあたっては、隣接する3つの自然保護区と11の地域も合わせて登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。